ほう、ここには何でも売ってるのか。そうなんす。あら、もしかしてあなたがサソリ人ね。いかにも。私、チョウチョに。で、これがコーカサスカブト人で。よろしくな。こっちがギラファクワガ人。貴様、なかなか強そうだな。試してみるか。もう、喧嘩はあとあと。ねえねえ、それより聞いていい？なんだ？両手がハサミだと不便じゃないの？そう思うか？では、いいものを見せてやろう。いいもの？一番大きな紙をくれ。紙すか？よし、できた。わー、素敵。おい、俺も頼む。いいだろう。こんなもんか。おー、本物よりかっこいいんじゃないのか。あんな、俺のも切ってくれ。仕方ないな。ほらよ。ほー、サソリに、お前すごいな。気に入ったぞ。なるほどね、ハサミって便利なのね。お、ハサミといえばハサミ人がいたじゃないか。何のこと？サソリ人がハサミでこんな素敵なのを作ってくれたのよ。ハサミ人もできるんじゃないのか。まあやったことないけど、まあできるんじゃないかな。サソリ人より早いわ。それにお尻のハサミで切ってるから一切見てないぞ。さすがハサミにかけてはハサミ人の方が一枚上手のようだな。よいしょ、できた、できた。これ誰？そりゃ見ての通り。ちょ、いった。なんで？これは見事な出来栄え。痛いよね。これ以来ハサミ人は二度と紙切りをやらなくなったんだって。さあ、本日はお時間となりました。この動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録を